多くの小中学校が夏休みに入ったのを受け、子どもたちに交通事故に遭わないよう呼びかけるイベントが今日行われました。親子連れなどおよそ100人が参加した今日のイベントでは、警視庁のマスコットピーポくんも登場して交通安全教室が開かれ、青信号の交差点でも一旦止まって車の停止を確認しようなどと呼びかけました。また海の上でも東京湾岸署の警備艇から署長たちが交通事故に遭わないよう呼びかけました。警視庁交通部によりますと、都内では今年に入って交通事故の死者のうち6割余りが昼の時間帯の事故で亡くなるなど、夜に比べ昼の事故の割合が増えているということです。夏休みに入り、子どもたちが昼の時間帯に外に出る機会が増えることから、警視庁は事故への注意を呼びかけています。